電源接続準備は島内圧力順次上昇フライホイール回転停止プラグ位置確認正常プラス06からマイナス04を保持固定完了起動準備よし確認第一次コンタクト主電源メイン制御システム接続を確認サブシステムも接続オールグリーン起動予定時に達します3、2、1反応はありませんハーモナイズ値0圧力さらに上げろ 3.5 ポイントプラス了解 3.3、3.4、3.5 反応なし心電反応はネガティブさらに圧力上がりますこれ以上は機材の対応値を超えています反応があるまで上げるんだ了解パルス確認起動しましたハーモナイズ異常警告何20、30急激に上昇中50止まりません100を突破します何が起きている制御信号拒絶されましたまずいぞ全ての接続を切れダメです反応ありません緊急警報を出せ格納庫内のスタッフは全て退避全ケーブル物理接続解除あいつを抑え込め無理です止まりません戦うと電圧上昇しています何だと誰が指示したいえシステムが勝手にまずいぞ今地上に出したらおいなぜカタパルトのハッチまで開いてるカタパルト接続我々のコントロールを離れていますカタパルト上昇します軍の指導を要請しろ止められるとは思えんが ここにいるよ。